こんにちは、ミールチャンネルのみーみです。玉井です。私たちはインターネットで腕時計を販売しています。このチャンネルでは腕時計の魅力とかつけた時の心地よさとかを皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています。今日はオリエントスターのコンテンポラリーコレクションレイヤードスケルトンについてご紹介していきます。このレイヤードスケルトンは30代から40代ぐらいの今ビジネスを一生懸命頑張っているそういう男性にちょうどぴったりなモデルじゃないかなというふうに思うよね。あれ、玉井さん、この時計動いてないですよ。アホ、これは自動巻きやないか。あ、そうなんですか。自動巻きというのは電池の力で動くんじゃなくて天枚がほどける力を利用して動くから、こうやって置いてる時は動いてないね。腕につけてるとその腕の動きで電波が巻き上げられて時計が動き出すのよ。さらにオリエントスターは今50時間も動き続けるの知ってる？え、知らないです。前は40時間までしか動かへんかったんやけど、技術が進んで今50時間動くようになってるのよ。すごいです ね。さらに新見さん、裏蓋もスケルトンになっていて機械の状態がよく見えるようになってるんやで。本当ですね。すごい、これオリエントスターの遊び心やね。玉井さん、もう一ついいですか？はい。なんか時計の上の方にセンスみたいなのがついてるんですけど。アホ、どこがセンスやねんこれ。これはパワーリザーブ、言う先ほど話した自動巻きが、はい、あと何時間動くことができるかを表示してるんや。一番マックスのところで50時間、真ん中のところに25って書いてあるやろ。ここまで来たらあと25時間で止まりますよっていうことになってるわけや。分かりやすい表示ですね。はい、玉井さん、最後に一つだけ質問いいですか？どうした？この文字盤なんかずれてませんか？アホ、これこそがレイヤードスケルトンじゃないか。このオリエントスターは文字盤がすごく大きな特徴になってて2層構造になってるのよ。スーツの高級素材をイメージした光沢感のある文字盤になってて、上の文字盤と下の文字盤で2枚の構造になってる。ちなみに上の文字盤にはヘリブーン柄っていう柄が印刷されてて、これもよくスーツで使われる柄やね。下の文字盤にはペイズリー柄がうっすらと印刷されてるんやけど、これはスーツの裏地によく使われる柄だよね。ケースの形状も特徴的になってて、側面からラグにかけてえぐり取ったみたいな形になってるよね。これはネクタイの結んだ時のくぼみのディンプルっていうんやけど、くぼみの部分とかスーツの生地のドレープした感じをイメージして柔らかいカーブを描いた形状になってるのよ。なんとブレスレットは新しく開発した5連のブレスになっていて、プラクシカルな印象を与えつつも駒のピッチを短くすることで腕なじみの良さとかドレッシーさを両立したデザインになってるんだよ。偶数の列の駒を厚くして立体感を演出してるよね。なるほど。私ちょっとつけてみるんで、はい、どんな感じか見てくれる？はい、こんな感じ。どうかな。なんかこの文字盤の色の色が黒と紺だと思うんですけど、この色の組み合わせってすごい絶対合う組み合わせで定番だなって思うんですけど、やっぱりこの3種類の中でも一番男らしさを感じる時計だなって感じます。そうやね。はい、にみさん、シルバーもつけてみるね。はい、お願いします。どう、こんな感じ。こう暗い色のスーツを着る方多いと思うんですけど、それでもこの白の文字盤があることによって手元が映えるなって思います。今度はこのブラウンとネイビーのやつつけてみるね。はい、お願いします。こんな感じやね。やっぱりこれが一番かっこいいなって思いました。ブラウンとネイビーの配色、一番かっこいい組み合わせだと思うんですね。30代か40代の男性が一番かっこよく見せれる時計だなって思いましたし、名場の方とか上司がつけていたらこの方絶対おしゃれだなって思ってしまいます。今回ご紹介させていただいたレイヤードスケルトンはホワイト、ブラウン、ブラックの3種類になっておりまして、ニールでご購入いただけると税込みで 77,400円となっております。安いな。今日はこの時計を紹介しましたけれども、他にも紹介してほしい時計とか感想とかご要望とかございましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいただけたらと思います。時計の詳細は下の概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録と高評価ボタンのクリックもお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。